日本オリーブオイルソムリエ協会、英称、ザオリーブオイルソムリエアソシエーションオブジャパン）は、日本における健全なオリーブオイル市場の形成を、目指し、消費者やユーザーにオリーブオイルの啓蒙普及を行う、民間団体。その設立にあたり、オリーブおよびオリーブオイルの生産者や流通業者、及び生産国の政府団体から、一切の資金的援助を受けずに設立された、独立した中立の、 第三者機関である。日本オリーブオイルソムリエ協会は任意団体として2005年に創立された。創立の目的は、日本においてオリーブオイルの品質に関する品質規格の詳細が適切に法制化されておらず、消費者が商品の品質偽装や虚偽表示にさらされるリスクが高いこと、またオリーブオイルの消費量が飛躍的に拡大している状況があることなどから、 消費者保護の立場から、生産者や流通業者から独立した中立公正な立場から、オリーブオイルの品質を評価し、また最適な商品選びや活用法といった情報を提供できるオリーブオイルの専門家を養成するために創立された。2009年には、専門家としてのオリーブオイルソムリエ養成プログラムを広く一般向けに開放し、プログラムの充実も図ったことから、 一般社団法人として法人設立された。オリーブオイルに関する正確で公正な情報を消費者やユーザーに提供する第三者機関として日本オリーブオイルソムリエ協会が存立するためにその定下及び快速により日本オリーブオイルソムリエ協会はオリーブオイル製品の販売を一切行わず、また営利目的にオリーブオイル製品を輸入したり、 輸出したりすることを行わないことが定められている基本的に教材で使用するオリーブオイル製品も市中等で有償で購入するなどその中立性の管理は徹底している日本オリーブオイルソムリエ協会という名称の使用はワインにおけるソムリエがレストランで客の相談に乗ってワインを選びサービスをする専門職であることから転じてオリーブオイルでも消費者の求めに応じて レストランや量販店、百貨店等の店頭でオリーブオイルの選択や活用法についてアドバイスを行うことができる専門職を専門家として表彰するにふさわしいとして命名されたとされている。日本オリーブオイルソムリエ協会はその中立性独立性を担保するためにその運営費については第三者から一切の経済的な支援を受けず、 オリーブオイルソムリエ養成コースの講座受講料によって賄われている。ただし、オリーブオイルの品質技術情報については、民間の国際機関、エクストラバージン・アライアンスに創始メンバーとして参、各するほか、国内最大の産地である、香川県農業試験場ショーズオリーブ研究所などと連携する。また、協会が開催する国際イベントである、オリーブジャパンにおいては、 オリーブオイルを生産する主要各国の在外交換や国内生産地自治体などの講演を受けている。2005年創設以降、積極的に資格養成プログラムを拡充し、現在以下の資格養成コース並びに認定プログラムを実施する。認定を受けるとそれぞれ規定デザインのバッジが授与され、資格者として着用することが許される。上記外にもオリーブオイルの普及に 功績のあった人物などに授与される名誉オリーブオイルソムリエの称号がある。日本オリーブオイルソムリエ協会の認定資格保有者は2016年12月現在、ジュニアオリーブオイルソムリエは約1450名、オリーブオイルソムリエは約500名、マスターオリーブオイルソムリエは19名と公表されている。資格保有者のうち主な著名人は以下の通り、 ありがとうございます。